早弁です。今日は秋田県秋田市川端来ております。こちらね、うなぎの横田屋さん、昼だけの営業なんですけどね、行ってこようと思います。はい、来ました。こちらうな重の竹ですね。ご飯をちょっと大盛りにしてもらってます。でこちらの方は肝水かな。こういただこうか。あ、すごい、あっさりさっぱりしながら味わいも深いですね。で国産のねうなぎ、鹿児島さんだっけなをね、毎日仕入れてさばいたと出してるというようなお話ですね。うん、うんうん、最近のねうなぎっていうと脂っぽすぎるものがあるんだけど、うん、うん、脂の上にもちょうどいい。うん、でタレもねうなぎの美味しさを生かすようなね感じで、濃すぎないタレでいいですね。美味しいです。粉もいただいてきます。はい、美味しくいただいてまいりました。うん、ちょうどね、売り切れっていうような形になっててね、いいタイミングで入りましたね。やっぱりねうなぎを美味しく食べさせるっていうことに関してやっぱりこだわりをすごく感じるところでした。ご視聴ありがとうございました。さよなら。